今日は横になって始めましょう。足裏を合わせて、優しく膝を横に開くようにして、手のひらを空の方へ向けて開いて、目を閉じます。腰や骨盤の周りから力を完全に抜くように脱力して、ゆっくりと一日の活動から頭の中をリラックスさせるように呼吸の方へ意識を向けます。深い呼吸を味わって、意識を体へ向けましょう。そっと手のひらを胸の中心に当てます。手のひらからしっかりと胸の中で響く心音を改めて感じるように。心臓は私たちが気づいている時も気づいていない時も毎日しっかりと働いてくれています。体を動かす準備をしましょう。息を吸いながら両腕を頭の上へストレッチして、吐いて横から下ろしてきて胸の中心に畳みます。もう一度息を吸いながら上へストレッチして、吐く息で横から下ろしてきて中心へ畳みます。ゆっくりそっと膝を閉じましょう。膝を抱え込むように胸の方へ抱いて、横へ向いて手を使って起き上がってきたら座る姿勢を作ります。正座のように座りながら膝を開いて、両腕を前へ伸ばしていく子供のポーズです。自分にとって心地のいい程度で十分です。お尻の重さをかかとの方へ感じて、鼻から深い均等呼吸を取り入れ、腰、背中、そして首の後ろから頭の重さを脱力します。ここから四つ這いの姿勢に入りましょう。肩を手首の上、腰を膝の上。まずは息を吸いながら胸を開くように背骨をカーブして、目線を上の方へ。吐きながら尾低骨を内側、目線をおへその方です。もう一度呼吸に合わせて吸いながら胸を開いて上を向きます。息を吐いて溝落ちを持ち上げるようにして、目線をおへその方へ。ここから右回りに円を描くように、吸いながら下ろして、吐く息で溝落ちを持ち上げる。右回り吸って、吐いて持ち上げます。反対左です。吸いながら下ろす、吐いて持ち上げる。吸って左です。吐いてぐーっと持ち上げましょう。一度背骨をニュートラルなポジションに持ってきます。ここから右腕を空へ向けて開いて、吐く息に合わせて腕を下ろして、針に糸を通すように頭をマットへ、そして左腕を前の方へ伸ばします。自分にとって心地のいい程度で十分です。均等な呼吸を味わいながら左手を空の方へ向けます。ここでキープしてもいいですし、
少しチャレンジできる方は左手を背中の後ろへ回して右のももへ。背筋を優しくツイストしていくポーズです。左手を下ろして四つ這いに戻ります。反対側です。左手を空へ開いてから、針に糸を通すように腕を横へ。頭をマットに下ろしたら、右腕を前方へ伸ばします。一つ一つの呼吸を体全身を巡るように感じて、今度は右手を空の方へ向けて開いて、そこでキープしてもいいですし、吐きながらその手を左のももの方へ下ろしてツイストを深めるのもいいでしょう。優しい呼吸を続けましょう。自分のペースの呼吸です。ポーズから離れて手を下ろしたら、もう一度四つ這いの形に戻ってきます。足指を立てたら吸いながら持ち上げて、吐いて下を向いた犬のポーズです。足は腰幅程度に開いて平行に。膝が曲がってしまう方やかかとがマットにつかない方も構いません。尾底骨を上後ろへ伸ばすようにして、背筋に空間を作りながら均等な呼吸です。指先も親指までしっかりと押して、吐く息で膝をついて胸をついて吸いながらコブラのポーズ。吐いてリリースして持ち上げて、もう一度下を向いた犬のポーズです。もう一度吐く息に合わせて膝をついて胸をついて吸いながらコブラ、またはアップドッグです。上を向いた犬のポーズ。吐きながらポーズから離れて、もう一度下を向いた犬のポーズです。最後、膝、胸、吸いながら、今度は右にツイストしながら持ち上げます。吐いて中心に戻り、吸いながら左にツイスト。吐いて中心に戻ります。吸いながら持ち上げて、吐きながらもう一度下を向いた犬のポーズです。一つ一つの呼吸を味わって、吐く息を完全に空っぽになるまで手放しましょう。次に吸いながら足を前へ持ってきて、吐きながら座る姿勢を作ったら長座になります。足を強く空の方へ向けて、背筋を伸ばしながら息を吸いながら両腕を空の方へ、目線も上げて、吐きながら楽なところでいいので前屈していきましょう。無理に押したり引いたりする必要はありません。そこまで来たら吸いながら背筋を伸ばして頭のてっぺんを遠くして、吐く息に合わせて頭の重さを下へ下へ委ねていきます。自分にとって心地のいいところで十分です。次の吸う息に合わせて体を起こしていきましょう。吐きながら足を開いて背筋を伸ばします。自分にとってちょうどいいところで十分です。腰が曲がってしまわないようにしっかりと立てておいて、膝頭、そして足を上に向けます。右手を右足の外側真横に置いて準備します。吸いながら左手を上へ伸ばして、吐いて
体を右の方へ倒して左側面のストレッチです。できる方は目線を空の方へ向けて、胸を開いて呼吸しましょう。均等な呼吸です。もう一つ。吸う息に合わせて起き上がってきたら、反対側です。左手を左足の外、吸いながら右腕を上に、吐いて体を倒して、今度は右の側面にたくさん呼吸を入れましょう。深い呼吸です。吸いながら膨らんでは、吐いて縮んでいく呼吸の動きを感じましょう。もう一つ。吸いながら起き上がって、吐いて手を中心に置きます。次に吸うときは頭のてっぺんを空に近づけるように背筋を伸ばして、吐きながらゆっくりそっと手先と肘を中央へ下ろしていきましょう。一つ吸うたびに背筋を前上へ伸ばして、へそ下にスペースを作ってから、吐きながら頭をゆっくりと下ろしていきます。無理に下ろそうとする必要はないので、自分にとって心地のいいところで、吐く息でも一つ完全に脱力したら、そこで吸って吐いて、吸いながら起き上がってきて、吐きながら足をたたんで簡単なあぐらの姿勢になります。吸いながら両手を上、目線も上、今度は吐きながら右回転にツイストします。右手を背中の後ろで指先を立てるようにして、左手を右膝の外側、目線を優しく一点に定めて、胸を開きながら均等な呼吸です。へそ下を柔らかく、吐きながら顎を胸の方へ下ろすようにして、ゆっくり回転させるように顎を左の脇の方へ、次に右の脇の方へ、もう一度ゆっくりと左の脇の方へ向いたら、今日の自分にとって一番気持ちいい角度を探して、そこでキープして呼吸を流しましょう。吐く息でポーズから離れて、吸いながら前へ戻ります。吐いてからもう一度吸って両手を上、吐きながら左回転です。左手を背中の後ろへ、手で支えながら右手を左膝の外側です。目線を優しく一点に定めて、吸う息で背筋を上に伸ばしながら、吐く息でへそ下柔らかく胸を開いて解放します。深い呼吸です。吐きながら顎を胸板の方へ下に、右脇の方へゆっくりと回旋し、吐いて左の脇、右の脇の方へもう一度持っていったら、今日の自分にとって心地のいいところを見つけて、そこで呼吸です。吐きながらポーズから離れて、吸いながら戻ってきたら、ゆっくりと足をほどいて、最後休息の時間に入りましょう。体を横にして目を閉じます。足も腰幅より広いぐらい、手のひらは空の方へ向けて開いて、
2つ3つ大きな呼吸を味わったら、呼吸のコントロールも完全に手放して、体に自然な呼吸をさせてあげましょう。この体は深くリラックスすることを、体そのものの本来の知恵としてよく知っています。足先もふくらはぎも膝もももも完全に脱力すると地球へと沈んでいくようにリラックス。お尻の周りの筋肉や腰、お腹の奥の内臓まで沈んでいくように手放します。胸も肩も両腕も。最後に顔の筋肉全部がほっぺたと横からとろけて落ちて沈んでいくように脱力です。目も頭の奥の方へ沈んでいきます。しっとりと全身を休ませたなら、もう一度意識を呼吸に戻して深く深呼吸を取り入れましょう。少しずつ少しずつ手の先や足の先を動かして、自分の意識と体が一つずつ一致して協力していること、ゆっくりと膝を曲げたら体を横に倒してそっといたわってあげましょう。息を吸いながら手を使って起き上がり、最後に座ります。胸の中心で右手と左手を合わせて